ナンバーアンダーライン愛のアルバム、ノーイチがアマゾンミュージックで期間限定配信され、ファンから喜びと感動の声が殺到。SNS でも、毎日聴いてる。最高傑作可愛すぎると絶賛の嵐。ナンバーアンダーライン愛のアルバム、ノーイチがアマゾンミュージックで期間限定でオンデマンド配信され、ファンの間で大きな反響を呼んでいる。 リリースと同時に SNS はこのアルバムに対する喜びや感謝の声であふれ、多くのリスナーがその魅力に夢中になっている様子がうかがえる。あるファンは、毎日聴いています、とコメントし、他のファンも、最高なアルバム、かわいすぎると熱烈な応援メッセージを送っている。アルバム、ノーイチは、まさにナンバー,ア,ンダーラインアイの魅力と才能が詰まった宝石のような作品であり、 彼らの音楽に触れたことのない人々にも広く届いてほしいという思いが込められている。このアルバムが注目される理由の一つは、幅広い音楽ジャンルを取り入れた多彩な楽曲構成だ。ナンバー・アンダーライン・アイはこれまでの音楽活動を通じて、独自のスタイルと感性を築いてきたが、この作品ではさらなる進化が感じられる。それぞれの楽曲は異なる音楽的要素を組み合わせながら、統一感のある世界観を作り出している。 例えば、ポップなメロディラインに乗せた感動的な歌詞が特徴の楽曲から、エネルギッシュでリズミカルなナンバーまで、多様な表現が詰まっている。こうしたジャンルの振り幅が、アルバム全体に深みを与え、リスナーを飽きさせない要因となっている。また、ナンバーアンダーライン愛のメンバー3人のチームワークの素晴らしさも、このアルバムの大きな魅力だ。それぞれが持つ個性が絶妙に調和し、互いの強みを引き出し合うことで、 楽曲にさらに厚みを持たせている。その結果、リスナーはただ音楽を聴くだけでなく、彼らの成長と挑戦を感じることができる。ファンからの、チームワーク抜群、という声も、この点を評価しているものだろう。興味深いのは、このアルバムのプロモーションがデジタルメディアを活用して行われている点だ。Amazon Music でのオンデマンド配信という形は、 現代の音楽産業ににおいても非常に効果的な手段だと言える。物理的な CD やレコードの販売に頼るだけでなく、ストリーミングサービスを活用することで、世界中のファンに迅速に音楽を届けることができる。また、SNS を通じてファンとの直接的なコミュニケーションを図ることも、アーティストにとって重要な要素となっている。この点で、No.1 アンダーラインのファンとの関係性は非常に強固だ。 SNS 上には、ファンからの感想や応援メッセージが多数寄せられており、彼らの熱いサポートがアルバムの成功に大きく貢献していることは間違いない。さらに興味深いのは、このアルバムのタイトルに込められた意味だ。NO1 というタイトルには、一見して、ナンバーワンという単純な意味があるように思えるが、実際にはそれ以上の深い意図が隠されている可能性がある。あるファンが SNS で、キリンの木、 とコメントしているように、漢字一文字の「日」がタイトルや楽曲にどのように関わっているのかについて、多くのファンが興味を抱いている。メンバーの一人である岸君が、この漢字を選んだ理由や、その背景にあるストーリーは謎に包まれているが、それがファンの間で話題を呼び、次回作への期待感を高めている。音楽そのものがツナーに与える影響は計り知れない。特に、このようなアルバムがリリースされるたびに、 ファンはその背後にある意味やストーリーを深く掘り下げようとする。彼らが SNS 上で共有するコメントや意見は、単なる感想にとどまらず、アーティストとファンとの間に特別なつながりを築くための重要な要素となっている。ファン同士が交流し、アルバムの意味やテーマについて議論することは、音楽体験をより豊かにする手段の一つだ。実際、ナンバーアンダーライン愛の ノーチはそのような議論を引き起こすだけの力を持っている。また、音楽を聴くという行為自体が、今やただの娯楽ではなく、自己表現や共感を得る手段となっている。特にこのアルバムは、リスナーに対してさまざまな感情を引き起こすだけでなく、彼らの人生の一部となるような深い影響を与えている。日々の忙しい生活の中で、音楽を通じて自分自身を再発見したり、 励まされたりすするるる瞬間ががあるといううののは多くのリスナナーー共有する感覚だろうナンバーアンダーライン愛の音楽はそうした瞬間を提供する力を持っている。ノーイチのリリースはあくまで彼らの音楽活動の一つの区切りであり、これからの展開を予感させる序章に過ぎない。ファンたちはこのアルバムが彼らの成長の証であり、次なる進化へのステップであることを理解している。 彼らがどのように自身の音楽性をさらに高め、新しい挑戦に挑むのか、その動向に注目が集まっている。また、ナンバーアンダーライン愛の音楽がリスナーの心にどのような形で残っていくのかも興味深い。彼らの楽曲はただの流行歌にとどまらず、時間が経つにつれてリスナーの人生の一部として浸透していくような持続力を持っている。アルバムを聴くたびに新たな発見があり、 異なる状況や心境で聞くことで異なる感情を引き起ここす楽曲が多いのだこうした音楽の深みがリスナーとの長期的な関係を築き上げる要因となっている。このような音楽の力を考えるとナンバーアンダーライン愛が音楽シーンに与える影響は単に商業的な成功にとどまらずより大きな文化的なインパクトを持っていると言えるだろう。彼らの音楽は新しい世代のアーティストやリスナーに刺激を与え 音楽そのもののも意味や価値をを再定義するるような影響力を持っているファンとの強い絆を保ちながら、彼らはその枠を越えて、さらに広い世界へとメッセージを発信していく可能性がある。この先、彼らの音楽がどのような形で進化していくのか、どのようにファンと共に歩んでいくのかは未知数だが、一つだけ確かなのは、彼らの音楽がただのエンターテイメントではなく、深い感情やメッセージを伝えるための手段であるということだ。 音楽は時に言葉以上に強力なコミュニケーションツールとなり得る。ナンバーアンダーライン愛の楽曲はその象徴的な例であり、彼らがどんなテーマを扱い、どんなメッセージを発信していくのかは、これからも注目され続けるだろう。さらに、彼らの成功の背後には、現代の音楽業界特有の変化が大きく影響している。デジタル化の進展により、ストリーミングプラットフォームが主流となり、 物理的なアルバムの販売に頼ることなく、世界中のリスナーに音楽を届けることが可能になった。こうした環境の中で、アーティストはより自由に自分たちの音楽を作り出し、リスナーとの直接的なつながりを築けるようになっている。特にナンバーアンダーラインアイは、SNS やデジタルメディアを通じてファンとの対話を積極的に行い、そのリアルタイムのフィードバックを音楽制作やプロモーションに生かしている。この柔軟さと迅速さが、 彼らの成功の一因とも言えるだろう。また、ファンとの関係性がアーティストの成長を促進する例は、ナンバーアンダーライン愛の活動においても顕著に見られる。彼らは単に音楽を提供するだけでなく、ファンとの共同作業のような感覚で作品を作り上げている。ファンからの意見や感想が、次の作品にどのように反映されるのかを楽しみにしているリスナーも多い。彼らがどのようにしてファンの期待を超え、 さらなるサプライズを提供するのか、それが今後の活動の大きな注目点となっている。音楽そのものは一瞬の芸術かもしれないが、それがリスナーに与える影響は長期的なものである。ナンバー・アンダーライン・アイは、この点を深く理解しており、アルバム「脳一」を通じてそのことを証明している。彼らの音楽は単に聴き流すものではなく、心に残り、繰り返し聴くことで新たな感動や発見を与えてくれる。 音楽が持つこの魔法のような力が、彼らの作品において特に強く感じられる。彼らが次にどのような音楽を届けてくれるのか、そしてその音楽がどのように私たちの心を揺さぶるのか、待ち遠しい気持ちでいっぱいだ。ファンだけでなく、音楽業界全体が彼らの今後の展開に注目している。これからのナンバーアンダーライン愛の進化は、彼ら自身にとっても、リスナーにとっても、 さらなるる驚きと感動を約束している加えて、このアルバムがもたらす感情的な影響だけでなく、音楽の技術的な側面も見逃せない。彼らの音楽制作における細部へのこだわりは、リスナーに対する深い敬意の表れである。楽曲の構成やアレンジ、歌詞の選び方に至るまで、すべてが計算され尽くしているが、それが自然に感じられるのは、彼らが長い時間をかけて培ってきた技術とセンスの賜物だろう。 リスナーはそのクオリティの高さに気づき、何度も聞くことで新たな発見をすることができる。最後に、今後のナンバーアンダーライン愛の活動についても期待が高まっている。No.1 というタイトルが示唆するように、彼らが目指しているのは、ナンバーワンだけでなく、さらに高みへと進むことだろう。このアルバムがその第一歩であり、これからも彼らが新しい音楽を通じて私たちに驚きと感動を届けてくれることを。 多くのファンが楽しみにしている。